というわけで今日はね、カルベ神社っていうところに来てます。総社市にあるんですけども、まあ、以前行ったことあるんですけど、以前は雨の日だったということで、もうだいぶ昔ですね。今日はね、桜シーズンということでね、今日こちらに行ってみようかなと思います。というわけでね、こちらですけど父神様ということなんですよね。岡山では結構有名な場所だと言われてます。まあ珍百景でもあるのかな。というわけで今日はもう桜もね終わるような感じで、あの咲いてるとこもあるんですけども、こちらちょっとやっぱ早いですね、散りが。なんかね、いろいろ見てきたんですけども、日陰にある桜は早く終わってしまってますね。はい、今日はこちらでございます。ちょっとね、神聖な感じのスポットなんですけども、はいね、かなり古い看板がありますけどね、こちらもちょっと見ていきましょうか。よいしょ。たらちちねの桜の根株ということで、1940年におよそ400年近くくらいで枯れちゃったということなんですね。わあ、これが1940年、1940年まで、まあ、立派な桜として咲いていたということですね。ここにあったということですね、はい、わあ残念ですね。なるほどね、そういうことなんですか。ちょっと残念ですけど、ちょっとね、周りをぐるっと回っていきましょうか、はい、ね、見たいですけど、相当古いですね。あ、おトイレがあってここになんか洞窟のような洞窟かな、でもちょっとよくわからないですけど、はい、というわけでちょっと進んでいきましょう。こちらね、山からの水が流れてる、はい、今日はですね、あのこちらですね、父神様ということで、まあ、岡山で結構皆さん YouTuber の方とか訪れる場所なんですけども、こちらでございます、はい、ものすごい数のね、あるということです。まあね、その別名おっぱい神社みたいなね感じで言われてます。でちょっとまあぐるっと回っていきましょう、せっかくなんで。よいしょ、まあ、追って神社ですからね、こういう感じになっております。ね、こちらも桜ですけども終わってますね。この岩を見ながらエンディングにしましょうかね、はい、いやーね、ここに樹齢400年の木が、あ、桜の木があるとは思わなかったですね。もうすでにいないんですけども、こういう形でね、あの飾られてるということで、まあ桜もうね、ずっとあってほしいですよね。ずっとあってほしいというか、もう毎日咲いてほしいってね
なりますよね。ということですね。ちょっとなんかいろいろと電気があったりとか、この上に何かあったんですかね。ちょっとこの上ですか。ちょっと場所がわからないんですけど。よし。まあなんかあったんでしょうね、家が。ここまでからこの先やっぱないかな。いう感じです。おそらくこれなのかな。おそらくこの岩かなと思います。上にもね、おそらくなんかの建物があったと思うんですけど、崩れてますね。おそらくこちらかなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。あ、でもあれですね、これよく見たらカルベ山登山口って書いてあるんで、まあ、これをずっとね上登ってったら、まあなんか上行けれるってことですよね。まだこれは入り口であって、まだまだこの上にこの木の棒とかね、おそらくこれ杖ということで、まあちょっと今日はそういう感じじゃないのでお許しいただけたらなと思います。ぜひ登ったことある方おられたらね、コメントいただけたらと思います。じゃあこんな感じでありがとうございました。ぜひ皆さん寄ってみてください。樹齢400年の桜の木の木がここにあったということで、今ないんで、もうないんですけども、いや素晴らしいです。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。